エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回は星4全キャラ所持無課金勢が紹介、元素別星4キャラの育成優先度となります。原神って星4でも十分強いキャラっていうのが多く存在していますよね。好きなキャラを育成しても腐りにくいっていうのがいいところでもあります。ですが、育成をするときにマナだけでなく素材を集めたりと時間と労力がかかります。そこで今回は元素別に星4キャラを全員育成した上で育ててよかった、代用ができるなと感じたキャラを紹介していきたいと思います。星4炎元素キャラ1人目はベネットです。言わずと知れた星4の最強バッファーですね。単純に火力が上がるのでバッファーとして大活躍できます。育成も攻撃力重視で組めば簡単にバフ効果を上げれるのもいいところですね。さらに1とすればバフの底上げもできるので、チームの火力アップに貢献するいいキャラとなります。2人目はシャンディンです。元素爆発で定期的に炎元素を狙えるサポーターとなります。ナショナル編成っていうので必須キャラになりますね。単体の火力というよりも元素反応を狙うキャラなのがいいところとなります。また1突でスキルの炎デバフがつけれるようになりますので、これもいいところですね。あとは6突貫突もできると炎バフが漏れるので、炎編成を組む場合はかなり重宝します。3人目はエンヒです。炎アタッカーがいない時に代替えとして十分に活躍できるキャラクターとなります。後期キャラなので簡単に炎属性の付与ができるため、蒸発や妖怪が狙えるのもいいところですね。で、このキャラに関しては4突すれば元素爆発時にシールドの生成がされます。耐久面的にはちょっと弱いですが、ないよりかはとてもいいので、実はちょっとだけ優秀なキャラクターっていうところになりますね。続いては星4の水元素キャラクターとなります。1人目はゆくわきです。星4というよりも水キャラとしてかなり重宝されるキャラクターですね。まあ、理由としては元素爆発により水元素の追加攻撃が可能なため、蒸発や開花といった元素反応を狙いやすいのがいいところとなります。ヒルに関しても中断耐性がアップするため、攻撃中にひるむということが少なくなるのもいいところですね。で、このキャラクターに関して言うと、2突すると元素爆発が当たると水デバフと継続時間が延長されるっていう効果があります。単純に火力が上がるので強いキャラクターなんですよね。続いて2人目はバーバラとなります。配布でもらえるヒーラーですね。こちらに関しては開花パーティーの代用ができるため重宝するキャラクターとなります。バーバラ自体の水付着が強いとはあまり言えませんが、サンゴの実やココミの代用としては十分に活躍できるキャラクターなので、開花パーティーを組むなら育成自体はありかなと思います。続いて星4風元素キャラクターです。1人目はスクロースです。星4ながら生物の組み合わせでバフとデバフができるサポーターとなります。スキルと爆発の吸引力は低いものの、攻撃範囲が広いため拡散を狙いやすく、バフとデバフを狙いやすいっていうのがいいところになりますね。1突でスキルの回数が1回増えるので、拡散がより狙いやすくなるっていうのもいいところです。できれば6突にしてバフ性能の底上げをしたいキャラっていうところになります。あといいところとしては、吸引力の低いカズハとして代用できるのがいいところとなります。2人目はファルザンです。風元素専門のサポーターとして現在のキャラクターの中では唯一無二の存在ですね。この子がいるだけで風アタッカーの火力が上がります。元素爆発で風元素の耐性ダウンとダメアップができるのがいいところです。単純に風アタッカーのサポートができるのがいいところですね。2突すれば爆発の継続時間が伸びるので単純に火力が上がります。6突すれば会心ダメバフも行えるので、かなり貫突した時に恩恵がでかいキャラクターとなります。で、ファルザンに関しては代用が効かないキャラクターなので、風アタッカー持ちに関しては必須になるキャラクターだなと思いますね。続いては星4雷元素キャラクターとなります。
1人目は久喜忍ですね。超開花や激化環境において元素反応と回復を一気に担える優秀な星4キャラクターとなります。スキルは自分を中心に発動し、一定時間ごとに雷元素を付着できるので使い勝手がいいキャラクターとなってます。ステータスも元素熟知をボルだけで十分な回復ができるので生存率も維持できやすいんですよね。で、久喜忍の場合、一突すればスキルの継続時間が伸び、スキルを連発するっていうことが可能になります。定期的に雷付着ができるのがいいところです。現在のところ雷ヒーラーがそもそもいないっていうのもありますので、唯一無二の性能になってるっていうのもありますね。2人目はフィッシュルです。雷巫子のように設置して自分で雷攻撃をしてくれるので、キャラを変えて元素反応を狙えるキャラクターとなります。物理運用も可能で、超電導で物理耐性を下げて火力を狙うっていうのもいいところです。ただし雷のサポートキャラがいないなら使用はありなんですが、6突しないとオズの継続時間がちょっと短いのが難点です。まあそれでもかなり使い勝手のいいキャラクターなんですけどね。ただ運用としてはスキルを回すだけなので、初心者にとっては扱いやすい雷元素キャラクターではあるなと思います。続いては星4氷元素キャラクターの紹介となります。1人目はロサリアです。定期的な氷元素の付着と味方の会心爆がかけれるキャラクターとなります。神格の代用として使うことが可能なキャラクターですね。ロサリアの元素爆発で会心率を最大 15% 分味方に付与できるため、氷編成ではチーム全体の火力アップにつながります。さらに2突すれば継続時間も伸びるため、一つはしたいなっていうキャラクターですね。2人目はガイアです。スキルの回転が速いことと爆発が設置型なので、キャラ変更して元素反応を狙えるのがいいキャラクターとなります。ガイア自身2突すれば元素爆発の時間が延長されるため、爆発を連発で使用するということが可能になります。これがとても魅力的なんですよね。凍結や妖怪を狙いやすく元素反応の起点となるキャラクターですので、かなりありがたいなと思います。ただピックアップがないキャラクターになるので突するのが難しいっていうのが難点ですね。3人目はディオナになります。 HP 依存のシールド耐久値が高めで回復もできる優秀なサポートキャラクターとなります。HP を盛るだけでシールドの耐久と回復力を手軽にアップできるので、シールド持ちがいないっていう時は重宝するキャラクターとなります。で、このキャラクターは1突で爆発の回転率が上がり、2突でシールドの耐久値が上がるので、勝利などがいない時はディオナで代用するのはありかなと思いますね。続いては星4岩元素キャラクターとなります。1人目は運金ですね。防御力依存のキャラクターですが、通常攻撃重視のキャラクターの火力アップに貢献できる星4となります。そのためユアパーティー以外でも組めるっていうのがいいところなんですよね。で、このキャラクターのさらにいいところっていうのが突した時にあって、2突すれば通常攻撃の火力がアップし、継続時間も伸ばせるっていうのがあります。さらに6突すれば攻撃速度もアップするので、通常攻撃重視のアタッカーには必須級のキャラクターとなります。単純に手数が増えるというのは火力アップですからね。続いては星4草元素キャラクターについてです。1人目はカーベです。カーベに関してはニーローのように開花ダメージをアップしながら戦うことができる星4キャラとなってます。元素爆発をすれば攻撃は草元素になるため、開花を狙いやすくなるのもいいところとなります。また固有天部により破裂ダメージ回復ができるので、安全に戦うことも可能なんですよね。カーベに関しては4突すれば草幻覚を飛ばしらせるダメージが 60% アップするため、メイン運用するなら4突は欲しいところとなります。草水編成で活躍するためニーローの代用としても使えるのがいいところかなっていうところありますね。2人目はキララとなります。シールドの重ね書きにより星4キャラではトップクラスのシールド持ちのキャラクターとなります。草元素に対して耐久値が高いため、開花の自傷ダメージを抑えれるのもいいところとなります。で、6突すれば
スキルか爆発の使用で全員の元素ダメージがアップするので、サポートとしてもかなり優秀なキャラクターになりますね。その他に草元素キャラクターでいうと、まあ、コレイ、ヨーヨー、まあ、あとは草主人公がいるんですが、正直育てて申し分ないキャラです。というか開花が強い環境なので、草キャラは基本全員育てていいかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。